事業説明については、次の6つの項目についてお話しいたします。1つ目、本事業概要について。2つ目、本事業の女性対象者について。3つ目、本事業の女性対象事業について。4つ目、本事業の女性対象経費と女性金額について。5つ目、本事業の申請期間、申請の流れについて。 最後にその他の注意事項についてご説明します。事業概要についてです。昨年12月、東京都議会で成立した環境確保条例の一部改正に基づく建築物環境報告書制度は、令和7年度から施行となります。 本事業は建築物環境報告書制度に対応した高い環境性能を有する中小規模特定建築物の開発、改良等に関する取り組みに対して経費の一部を助成することによりこの制度の施行を確実なものにすることを目的としています事業スキームにつきましては後者は本助成金事業について1、東京都の出演を受けて基金を作り 2、ハウスメーカービルダーである皆様から助成金の申請をいただき、3、校舎が申請に対して交付決定し、4、決定後に制度に対応した住宅等のモデルの開発や改良などを行っていただきます。開発後、5、報告をいただき、6、助成金を支払います。この基金の原資は、都民、事業者の税金であるため、厳格な運用が求められます。 従いまして申請時に内容につきまして細かい確認をさせていただくこともございますあらかじめご了承いただければと存じます続きまして事業実施期間です本女性事業の実施期間は令和6年度までです申請受付期間としましてこの第1回募集は2月8日から5月31日までとさせていただきます また、来年に第2回目の募集をする予定であり、春から3ヶ月程度行う予定です。申請にあたっては事前相談を必ずお願いいたします。事前相談は2月8日から4月28日までの間に行ってください。事前相談の方法については後ほどお話しします。予算額につきましては、157億円となっております。 次に、2、女性対象者についてご説明いたします。女性対象者は、令和7年4月から改正予定の環境確保条例における特定供給事業者として制度に参加していただくハウスメーカー、ビルダーです。合わせて、この助成金を申請される方は、令和7年度以降に条例における建築物環境報告書制度に参加することを制約していただきます。 建築物・環境報告書制度における義務対象者つまり年間とない供給延べ床面積が2万平方メートル以上の事業者は助成金受給の有無にかかわらず必ず制度に参加していただくことになりますまた助成金を受給した義務対象者以外の事業者は制度開始後3か年以上任意参加者として本制度に参加していただくことになります また、交付申請を行う日が属する年度の4月1日から遡って3年の間のいずれかの年度において、都内で年間供給、延べ面積が5000平方メートル以上であることも条件となります。これは特定供給事業者の要件として5000平方メートル以上であることを要件としているためです。 5000平方メートル未満の事業者がグループで参加していただき本要件を満たす場合についても助成金の申請が可能ですそのほかスライドの下に記載がありますが暴力団や過去に税金の滞納があるものは助成金の対象とはなりません建築物環境報告書制度の概要はスライドに記載の通りです この赤枠で囲っております特定供給事業者が本助成金の申請の対象となります。次に助成対象となる事業についてです。建築物環境報告書制度における義務基準等を満たす住宅等の商品ラインナップについて、開発・改良・市場投入を行うとともに、 環境性能の説明を住宅の施主や購入者等に対して行う体制を構築する取り組みに対して、助成を行います。また、この取り組みの事業計画が完了した日から、60日以内または、令和7年3月31日のうち、いずれか早い日までに開発等を行った商品の販売を開始していただくことが要件となります。 取り組みの具体例としては、共商住宅向けの太陽光発電設備搭載モデルの住宅を開発することなどが挙げられます。ここでいう商品ラインナップとは、建売り住宅や注文住宅において、同一の商品名や類似したデザイン、仕様等でくくられる建物であり、事業者様があらかじめ自ら定めた外費や設備等に基づき、標準的な仕様として顧客に供給するものを指します。具体的には 当該住宅ラインナップのパンフレット標準仕様書等に記載されているものといたします女性対象事業となるテーマは2つあり1つ目は建築物環境報告書制度への着実な準備こちらは義務基準等を満たすこと2つ目は先行的取り組みの実施これは誘導基準等を満たすことです義務基準と誘導基準は スライドに記載されているような基準を指します建築物環境報告書制度への着実な準備については新整備時点において義務基準を満たす商品ラインナップを都民に供給していない事業者が対象となり義務基準を満たす商品ラインナップの新規開発等を実施していただきますすでに義務基準を満たしていても別の取り組みで商品ラインナップを開発するものも対象になります 先行的取り組みの実施では、すでに義務基準等を満たしている事業者において、さらなる環境性能向上を図り、誘導基準等を満たす商品ラインナップの新規開発等を実施していただきます。助成対象となる取り組み内容や性能向上の例をこちらの表にまとめております。1太陽光パネルなどの調達体制の整備や、 2義務基準を満たす設計基準の策定の見直し3施工評価検証の実施設計基準へのフィードバック4施工基準の策定見直しメンテナンスやリサイクル体制の整備5営業部門向け研修都民向け普及啓発などの整備について いずれも、環境性能の向上を図る商品ラインナップの開発、改良に必要な経費が対象となります。続いて、助成対象の経費についてです。表に記載の事項に要する経費について、助成金を交付いたします。表は2ページに分かれています。外注、委託費。広報、宣伝費。原材料、福祉材費。 機械装置工具器具費具費体的には尾行に記載した経費が女性対象経費となります。なお、広報、宣伝費については、女性金額の2割までを上限とさせていただきますのでご注意ください。尾行に掲載の費用についての例には今後、公表する手引きに記載する予定ですので、そちらをご確認いただければと思います。 他には産業財産検出願導入費専門家指導費賃借費直接人件費が対象となります直接人件費については広報宣伝費と同様助成金額の2割が上限となりますまた 適量基準等への適合など、建築関連法令への対応について、令和7年度以降の住宅等販売を行うことを見据えた開発、改良を行っていただきますようお願いいたします。また、建材や設備等の調達において、SDGs に配慮したサプライチェーン構築に向けた検討にも、本助成金を活用いただけますので、ご検討をお願いいたします。 続いて女性対象経費の留意点についてです。消費税、地方消費税は除きます。また、女性期間内に契約、取得、実施、そして支払いが完了する経費となります。さらに、女性対象外となる経費の例を記載いたしました。こちらに記した経費については女性対象とはなりませんのでご注意ください。 最後に実際に助成する金額についてです。大企業に該当する事業者は表にある1のみ、中小企業者に該当する場合は1、2のいずれか自由に選択することが可能です。1の場合、助成対象経費の2分の1、2の場合は、3分の2となります。ただし、上限額がございまして、1の場合、開発等の事業期間が12ヶ月以内の場合は1億円。 事業期間が13ヶ月以上の場合は2億円です。2の場合、事業期間が12ヶ月以内の場合は3000万円。事業期間が13ヶ月以上の場合は6000万円です。助成金額の1000円未満は切り捨てです。また、事業期間が12ヶ月以下で申請された場合、一度に限りすでに申請した取り組みとは別の取り組みで再度の交付申請が可能です。この場合、 2回目の申請の事業期間は12ヶ月を上限とします。2回目の申請については、先に申し上げた通り、来年の春頃に申請期間を設けますので、その際に申請をお願いいたします。最後に助成金のお支払いについては、開発等の事業終了後の実績支払いとなり、事前に概算払いをするものではございません。 助成金申請から交付までの流れについてご説明します。フローズは助成金を最終的に交付するまでの流れを示したものです。最初に本助成金においては事前相談をしていただきます。事前相談にあたっては事前相談シートをご記入いただきます。その際に合わせてご質問事項がございましたらそちらも受けたまわります。事前相談シートは ホーーームページににアップししままますす。のので、でそちらに必要事項をを記入の上、担当までメールをお願いしますメールを受領した後、日程調整の上、オンライン会議を設定いたします。また、こちらのスライドには記載なく、改めてお伝えしますが、商品ラインナップの開発、改良等の契約、発注については、この申請中ではなく、必ず交付決定以後に、 行ってください交付決定前に発注契約等をした場合女性対象外となります交付申請にあたっては、誓約書の提出も必要となります。規定の遵守、特定供給事業者として、建築物環境報告書制度に参加すること等の記載がありますので、必ず誓約内容を確認してください。制約されない場合は、交付決定ができませんので、ご注意ください。 交付決定前に発注、契約等をした場合、助成対象外となります。交付申請にあたっては、誓約書の提出も必要となります。規定の遵守、特定供給事業者として、建築物環境報告書制度に参加すること等の記載がありますので、必ず制約内容を確認してください。制約されない場合は、交付決定ができませんのでご注意ください。 交付決定についてです後者は申請された事業について審査を行い予算の範囲内で交付を決定します審査の結果交付を決定した事業については申請者に対し助成金交付決定通知書を送付しますまた不交付とする場合には助成金不交付決定通知書を送付します 交付決定の際にお出しする交付決定通知書に記載した助成金額は限度額であり、助成事業者に対して実際にお支払いする助成金額を約束するものではありません。助成事業者から実績報告の提出を受けた後に、後者からの通知により、助成金額が確定します。なお、実際に助成事業にかかった経費が交付決定額を超えた場合であっても、 当初決定し、後者が通知した女性金額を超えてお支払いすることはできませんのでご注意ください。例えば、女性対象経費が5000万円だとして、2500万円の交付決定を受けた場合、実際に開発等を行い、女性対象経費としてかかった金額が8000万円だとしても、4000万円はお支払いできず、2500万円が上限となります。 交付決定後に契約締結、そして商品ラインナップの開発・改良を行っていただきます。女性事業の開始日は、校舎が女性事業の交付を決定した日、交付決定日以降となりますので、女性事業にかかる契約等は、交付決定日以降に行ってください。繰り返しとなりますが、交付決定日よりも前に契約・発注。 納品支払いが終了した項目については助成対象外となります女性事業いわゆる商品ラインナップの開発等が完了した後の実績報告についてです女性事業が完了したときは実績報告書兼女性金交付請求書及び必要書類を後者に提出してください提出期限は 女性事業完了日から60日以内です。助成金額の確定・支払いについてです。確定する本助成金の額は、交付決定通知書に記載した交付決定額と実績報告額のいずれか低い額とします。実績報告書の審査完了後、助成金額確定通知書を送付し、ご指定の口座へ助成金をお支払いします。 書類提出方法についてです。原則として、電子メールで提出してください。提出の際の件名については、スライドに記載の通りとしてください。また、申請の方法について、今後申請システムによる申請に移行する予定です。本助成金の第1回目の申請については、電子メールとなりますが、来年の第2回目の申請については、 申請システムによる申請受付となります書類提出お問い合わせはクールネット東京建築物環境報告書制度推進事業担当までお願いしますその他注意事項ですご提出された申請書などに不備があった場合ご連絡をさせていただきますので修正をお願いいたします それから3ヶ月以内に必ずご回答をいただきますようお願いいたします。ご連絡のない場合は、その申請は撤回されたとみなします。グループで申請される場合は、主幹事社となる会社が全ての経費についてまとめて、経理処理を行うようにしてください。最後に、財産の管理及び処分の制限についてです。本助成金で、 取得した財産等について、善良な管理者の注意を持って管理し、本助成金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図ってください。原則処分を認めません。また、故障等不具合が生じたときは、速やかに修理、または改善にかかる措置を取らなければなりません。処分制限期間についてです。 取得した財産のうち50万円以上のものについての制限期間は取得の日から10年以内または法定対応年数の期間が経過する日のうち早い日までとなります万が一期間内にこれらの財産の処分等をする場合後者の承認が必要となります事前相談の受付を開始しますホームページより 事前相談受付シートをダウンロードの上必要事項をご記入いただきメールでご提出をお願いします。以上で環境性能向上支援事業の説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。